グレース・ケリーとケイリー・グラント、泥棒なり金は、1955年のアメリカ映画、パラマウント映画制作、テクニカラー、ビスタ・ビジョン作品。アメリカの作家デイビッド・ドッチの1952年発表の小説をもとに脚色、映画化した作品である。ジョン・ロビーはかつて、猫と呼ばれ、金持ちからしか盗まないという独特な美学を持つ、長い宝石泥棒であった。 警察に捕まり収監されたこともあったが、戦時下の爆撃の最中に、刑務所を抜け出して、野に下り、レジスタンスと共に戦って、英雄となった。その功によって事実上の恩赦が下り、今は仮出所の扱いながらも、自由の身となり、リビエラを見下ろす高台の屋敷で悠々自適な生活を送っている。そんなある日、リビエラの高級リゾート街で、 猫の手口そっくりの宝石泥棒事件が連続して発生する。上流階級の貴婦人らが厚生大臣に隠している高価な宝石が次々と消え失せたのである。盗みは夜の間に誰の目にも触れぬ中で行われ、現場には何の痕跡も残されておらず、いかにも猫の仕業を思わせた。その噂はすぐに巷に流れ、警察も早速ジョンの家に押しかけてきた。 身の危険を感じたジョンは逃亡し、昔の仲間に助けを求めるが、仲間たちですらジョンが自分たちを裏切り、再び泥棒家業に手を染めたと怒っていた。もちろんジョンは全く身に覚えがなく、何者が何の目的で猫の手口を真似ているのかもわからなかった。そして、偽物がなぜ自分の手口をそこまで知っているのかも理解できなかった。彼は身の潔白を証明すべく、 真犯人を挙げるための行動に出る。そこで彼は、まず仲間から保険会社のヒューソンを紹介してもらい、偽の猫が狙いそうな宝石類の場所と、その所有者を聞き出した。そしてヒューソンの顔と信用を後ろ盾に、ジョンは、偽名のコンラット・バーンズと共に、偽の身分の材木賞を語って、社交界へと潜入する。ジョンが選んだターゲットは、不合のスティーブンス母子で、 多くの宝石を持ち込んでいた。しかし、ジョンが夜ごと目を光らしたにもかかわらず、スティーブンス夫人の宝石は偽物によって盗み出される。事情を知らない娘のフランセスはジョンが猫であることを気がついていたと言って責める。そんな中、とある符号の開く、晩餐会に宝石を持った金持ちが集まると知った、ジョンはここで偽物に対して罠を仕掛ける。最後に、 黒幕の存在が明らかにされ、ジョンの潔白が明らかとなる。ありがとうございます。